リチャード・アクセルはアメリカ合衆国の神経科学者、医学博士、コロンビア大学教授。彼のグループの嗅覚系の研究により、リンダバックと共に2004年のノーベル生理学・医学賞を受賞した。この画期的な論文は1991年に発表された。リンダバックと彼は嗅覚の受容器が g タンパク質共役受容体の一種であることを示し、そのクローンを作った。ネズミの DNA の解析により、嗅覚の受容体に関する約1000の異なった遺伝子が、哺乳類の遺伝子の中にあると判断した。この研究は、嗅覚作用に関する遺伝子と分子の解析に道を開いた。彼は、アメリカ合衆国のニューヨーク州ニューヨークで生まれた。1963年に、 名門スタイベさんと高校を卒業。1967年にコロンビア大学から学士号を取得。1971年にジョンズ・ホップキンズ大学から医学博士号を取得。彼が最も興味を持っている研究は脳が嗅覚をどのように解釈するか、特に特定の嗅覚の受容器に脳のどこが敏感に反応するかである。彼は コロンビア大学の医学部において、生科学、分子生物物理学の教授と病理学の教授を務め、また、ハワード・ヒューズ医学研究所の研究員でもある。1970年代以末に、彼は微生物学者であるソウル・シルバースタインと、遺伝学者であるマイケル・ウィグラーと共に、同時形質転換の技術を発見した。これは異なる DNA を宿主細胞へ挿入し、 ある種のタンパク質を生み出させるものである。この技術の特許は、現在アクセルの特許と呼ばれており、1980年2月に届け出が行われ、1983年8月に認可された。製薬会社やバイオテクノロジー関係の会社において、DNA 組み換えの研究における基本的なプロセスとして利用され、一度は年間1億ドル近くを稼ぐなど、 コロンビア大学をライセンス収入でトップクラスの大学とした。この特許は2000年8月に終了した。バック、リンダ、ンリチャード・アクセル、1991年。A ノベル・マルティジーン・ファミリー、メインエンコード・オーディラント・リセプターズ、A モレキュラー・ベーシス・フォー・オーダー・リコグニション、セル65、175から183、ドイ、10.1016。 零零九二から八億六千七百四十九万四百十八 X。ありがとうございます。